それでは何もなければ10秒後に始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。いや、狼やだマジで狼やだ <laughs> お願い狼やだ狼やだやだ狼やだ,ーやだ,ー狼やだあーよかったーよかったーじゃあ潜伏しますね。 夜が来ました。目を閉じてください。<laughs> 流れ完璧すぎて面白いな。<laughs> あ、じゃあチャットは閉じますね。ネタバレがあるかもしれないのでね。配信者さん多いので。 緊張するめっちゃ緊張するな。 よし潜伏しよ潜伏するぞ。楽しい人夜は誰も死にませんでした。7番、のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、村人陣営です。仕事と特にございません。うーん1人目って最近多いですけどね、あんまり言うことないです。 えー、とりあえず、誰でも喋れるような進行論ですね。えー、前の人の印象だけでもいいんでね、えー、情報としてもらえると助かります。あとは、なるべく長めにですね、喋ってください。それによって、まあ、情報が落ちていきますのでね、えー、よろしくお願いしますといったところですかね。いやー、メンツがかなり豪華な感じで、ちょっと緊張してますけど、えー、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい、ちょっと早いですけど、えー、回します、8番さん、どうぞ。7番さんから始まり、えー、7番さんが進行論、長めに喋ってくれっていうことなんですが、7番さんは15秒ほど時間を余らせて、若干緊張,緊張気味という印象を持ちましたね。 そうですね、私は、霊能はもう出てほしいですね。もう一周目からもうしっかり出てほしいっていうところで、<laughs> まあ濁ってしまうっていうのがあるので、うん、まあ潜伏したい方もいるかもしれませんが、私のい、えー、と要望としては出てほしいっていうところですね。はいえー、まあ霊能の切り打ちはどうだったらしたいですけど、基本的にはロラになるかとは思います。それぐらいですかね 7番さん若干緊張意味で怪しい印象を持ちましたね以上でございます9番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます9番の江戸川でございます、うん、7番さんから始まり7、8とグレーが続きました、うん、7番さんに関しては前の人の印象でも述べてほしいと7番さん8番さん印象いいいいですよ 私目線は良かったと思います。八幡さんに関しては7番さんが少し緊張気味だったというね、まあ、少し怪しいと言ったのかなっていうぐらいですが2人ともいいですようん霊能は出てほしいという進行論の話もしていました、うん、霊能が潜伏するのは一人で頑張る人霊能が出て発言で探すのはみんなで頑張る人だと思ってます、うん、みんなで頑張りましょう以上 のプレイヤーは発言してください、はい例の仕様です。例の仕様そうですね。まあ、7番さんに関してはいいですねで。8番さんに関しては7番さん、緊張している、緊張気味って言った時に緊張していた。黒くはないが何かを成し遂げようとしているのかなというふうに感じた8番さん。9番さんに関してはまあ盤面整理って言ったところでしょうか。うん まあそうですね。ちょっと、まあ、むらし視点全体的なまあ、進行論を言おうとします。言いますね。黒の塗り返し。雑な黒の塗り返しは黒く見えるからやめてほしい。例えば、俺が6番さんに黒,く黒塗りをされた。黒塗りをされた。でも、理由がしっかりしていれば、6番さんは黒くないと思う。そう。だから、理由を言うのと理由を聞いてほしいと思っている。それが進行論です。7、8、9。 印象あまりない8番さんは何かを成し遂げようとしているように聞こえた 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,ださいはい2番 K です占い師で6番さんモニカ恐怖症さんをしろとしています 1>,、うん、1番さんまだ1人の霊能なのでとりあえず1番さんに関して触れるのはやめておきますね7番さんは発言の中でいきなり矛盾し始めましたね話してほしい話してほしいって言ったけどもまあ 自分は言ううことないいからっていう感じで早く切る、うん、7番さんはまあ何も情報がない状態なのでなかなかしゃべりづらかったでしょうみんなに葉っぱをかけた以上7番さんは次の2週目いっぱい喋らなければいけませんね頑張ってくださいね。8番さんは、うん、ロラですか 8番さんからいきなり「ロラ」という単語が出ました21陣形になるのか31陣形になるのか22、うん、二二陣形になるのか12人形になるのかは分かりませんただもし8番さんが狼であるならば相方に役職に出る指示をしているでしょうねそんな感じです3番「 のプレイヤーは発言してください。はい、僕が真の占い師です。僕、目線、二番の、えー、人外が透けたんで、うん、すごい占いやすいというか。あとは一と一、うん、が霊能で出てるぐらいか。えー、とそうだね。二がもう、とにかく人外、うん、人狼か狂人かわかりません。四、うん、五、六、七。 の中であ、じゃあ、456が残ってんの。456の中でね、またね、あのまあ、占いに出てるから、多分次、人海が出るとしたら、例のでしょうということで、例のが出るか出ないかでよるけど、これ出ない方が嬉しいかな。21でね、あのー、できれば嬉しいなって思ってるよ。うん。1が死んだったらいいなっていうぐらいかな。うん。そうだね。あ、ごめん、ごめん、ごめん。そうだ、そうだ、そうだ。えー、っと、占い結果だけど、5白ね、5白。 五シロです。ぶね言いってなかった。やーべしん切られる、これ <laughs>。そう。五シロです。乱四郎、五シロです。はい。五シロです。うん。あっプなかった。全然いってなかった。うん。五シロですね。うん、うん。ということでね。えー、っとね。もし五がね、例の塩ですって言ったら、まあ、あの、二の狼もあるんじゃないかなっていうぐらいかな。うん。四、五、六の発言聞かないとくらない。で、前の人の発言はね。 7、うん、はねまあどっちでも言えるかなで8番さんはそんな7に早速殴って7のね言ってることをねこうあれしてたからねだいぶ印象はいい方だなって思ってるで9番さんはその2人の精査が2人とも印象がいいまあそれ狼でも言えるかなって思ってるけどからないで2番が人海かくて1番さんは真かどうかまだわかんない456の出方次第じゃわかりませんっていうことで、うん、以上です4番のプレイヤーは 発言しししてくください、はいよろしくお願いします2番さんと3番さんがらい話していて、1番さんって、霊能で出たんですか、ちょっと把握漏れしちゃったらすいません。で、3番さんがなんていうのかな、うん、あんまり新名取る気ないというか、あんまりオオカには見えなかった印象ですね、心境っていうなんかイメージ、印象を受けました。はい、で、7番さんからグレーに触れていきますと、7番さん、緊張してるかなと思いました、8番さん、叩いちゃうんだ当っていうか、その通りなんですけど。 まあただ緊張してるのか、オオカミなのかっていう感じですね。八番さんが、えー、霊能出て、ローラーするって言ったのは、八番さんがオオカミで、狂人時に霊能ロラー、例に出てきて、ローラーされよっていうふうにもちょっと聞こえました。九番さん、全く色というか、はい。九番さん、全く色落ちしない位置で、一番さん、霊能出たんですかね。一番さんも別に色落ちはしない位置かなと思ってます。五番 のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。5番工藤花丸です。よろしくお願いいたします。もう言いたいことはこれですよね。もう3番さんのおちょこちょいってところでしょうか。いつ言うんだろうなと思って白崎。うーんとゴシロいいですね。頑張ってくださいね。現状2番さんのがおかげでなんか死んだのかななんて感想も抱いてますが、そうすると2番さんちょっと聞いてみたいのが2番さんは8番さんのことを。 相方に役職を語れと指示をしているというふうに推理されていました。うん。夜会話でよくないですか？表で発言するんですか？二番さんにには僕結構真で見ていますし、勝手に期待もしていますので、どん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 正さを僕と二番さんでね語り合って深めていけたらなあなんて思ってます。それぐらいでしょうか？ えー、緊張してるなって方が多くて、えっ、ー、と、うん、緊張目は7番さん8番さん、あと何かを背負ってるような1番さんと白崎をなかなか言えなかった3番さん、この4名でしょうか。うん、緊張を解くために一つ謎かけをしたいと思います。人狼とかけまして <laughs> ラブラブのカップルとと聞きます。その心はどちらもラインがつながり合うでしょう。<ー>はい6番さんどうぞ。6番のプレイヤーは発言してください。 いや、ラブラブなカップルじゃなくても、ラインはは繋がるでしょ。5番さん破綻ですね。まあ、いいや。霊能です。霊能です。よろしくお願いします。1番さんが対抗。レギュレーション的には1番さんのことを強靭で見てます。2番さんと3番さんに関しては、3番さんは、えー、5番さんに白が出ていて、5番さんが霊能さえ出れば、2番さんのことを、えー、と狼で見るといった視点がありました。 一番さんのことを狼で見る視点はないのでしょうか単純に疑問に思いました。それは三番さん自身が狼であるからどうしても二番さんのことを狼で追わなければならないというふうな視点から三、えー、番さんは、えー、そういうふうに言ったのではないかなと思って三番さんは狼に見ています。ただし四番さんの言う通おり、えー、神名を取る気がないので狂人という意見もわかりますが私には狼に見聞こえました。 7番さんに関しては、えっ、ー、と、前の人の印象を述べてほしい。なるべく早めに喋ってほしい。まあ自分自身が、えー、長くなかったですね。2週目期待したいところです。8番さんに関しては、ロラという発言を私は拾っていませんでした。2番さんのロラという発言が、えっ、ー、と、役職、相方が役職に出るという合図なのではないかという話でしたが。まあ、5番さんはね、あの、 多分2番さんと話は食い違ってるかな。2番さんは多分夜時間に出ることが決まっていた。相方から出ることが決まっていたからっていう話だったと思いますね。そこは単純に食い違いかなって思います。ただ8番さんはそんな印象ないですけどね。9番さんかな思ったのは。9番さんは7番さん、8番さんのどこに印象がいいのか全くわかりませんでしたね。すごく怪しいと思いました。9番さんかなり怪しいと思いました。4番さんに関しては意見はあんまり拾えてませんね。うん。 ただ、三番さんの心境を目に見えるっていうのは確かになるほどなと思いました。そのくらいかな。2周目にしっかり黒い位置、白い位置、開けていこうと思います。7番のプレイヤーは発言してくださいああ、潜伏するのも潜2周目発言させていただきます。5番さん、思わず笑っちゃいましたけどね。うんまあ、あんだけリラックスしてるんですから、まあ、そこまで、うんあのー、 狼は人外名が高いとは思いにくいんですけれどね、まあ、6番さんの出方が、うん、結局位置的にはねあのどうなるかっていうところなんですけども多分ですけどね今のところ、えー、1番6番の例のをまあ強人心境で置いてえー まあ2、3を新郎で置こうかなというふうに今のところは考えてますけれども、三あーまあ、3番さんの、3番の結果が遅かったのがよく分からなかったですけれども、まあ、多分ん緊張しててあの、ごちゃごちゃ喋ってるのが優先されて結果言うの遅れたっていうふうには捉えてますけれども、まあ、決定的な、うん、あの審議っていうふうには繋がってないですね、ここは。はい、なので、今のところ2番、3番、どちらも、えー、フラットという形ですね。 まあ8番さんに関して、1番さんが何かを決意しているっていうふうに聞いてますけれども、そうなると、このレギューうーんまあこの状態でいけば、何らかの役職を持っているというふうに考えられるかなというふうに考えてますけども、9番さん、そこまで怪しかったですかね、6番さん。自分的にはそこまでは感じてないんですけれども。 まあおそらく何かを試案してあ、うん、まあ1日2日で、えーまあ、その辺の精査のほうを済ませていただけるのかなというふうには考えています今のところグレーでそこまで怪しい発言というのは拾ってないですが、えー、2週目の、まあ、2番3番の意見を取り入れつつですね、えー、あの精査のほうをしていきたいと思います、えー、まあ例のからいくのか占いからいくのかまあ多分例のでしょうけれども、えー、その辺8番のプレイヤーは 発言してくださいそうですね、霊能はどっちが真かっていうのは分かってませんね、真強なんじゃないかな、で、2、3、真牢でこの配役だと多いとは思うんですよね。うん、で、7番さんは、なんか1番さんの発言を取って、私が焼くっていうところはよく分からなかったですね。うん、7番さんんはよく分かんない えっと、4番さんは、3番さんの結果、結果がなんかこう、遅かったことについて、全然触れないなっていう、なんか印象を持ちましたね、うん。うん、ちょっともう触れてもいいんじゃないかな。で、5番さんは2番さんに対しての殴りで、8番が、えっと、なんか、多分強靭に指示してるみたいな感じで言ってましたよね。 うん、2番さんは特に引っかかってなかったんですよね。うん、3、5。2番さんがどうしても真には見えてしまうんだよな、結果がなー。うん、4、5、7番さん、それぞれなんか怪しいのかなって思う要素はあって、うん、9番さんはもう2周目聞かないと何とも言えないっていうところですね。うん これくらいかな16だったらどっち系の今んところええけんとかないなうんけど2番とこ特に引っかかるとこなかったですね私はうんっていう感じですはい9番のプレイヤーは発言してください はい、2周目ですね。1番で例の仕様、2番で占い仕様、6番に白出し、3番で占い仕様、5番に白出し、6番で例の仕様の場面ですね。<laughs> うん、まあ、形の5番さんに関しては、うん、占い師に対して質問を投げかけ、村のみんなの緊張、目を解くと、うん、ザ・形白の動きをしているなと思ってますね。なので、現時点では白く見えています。6番さん、私は本当にかなり怪しい位置だったんですか 私の発言は7番さん8番さん両方とも印象がいいよ、うん、村みんなで頑張っていきましょうこの発言からかなり怪しく見られるのなら私は何と言っていいのやらと思いましたけどうん6番さん嘘なら2週目で嘘でしたって言ってくださいね群れの中では478の精査はできていないですね霊の師で怪しく見ているのは6番さん占い師はわかる、うん 1番のプレイヤーは発言してください。さい9が狼であるのなら発言を伸ばさなすぎだと思うよ。うん、で、8番さんが言っていた、えー、5番さんがき、えー、2番さんに強人名みたいな話をしてたけど8番さんは相方と2番さんはおっしゃっていましたよ。 で正直ね、2番さんがオオカミであったら、6よりも7、8、9に白打った方が、このレギュラー的に強いなって俺は思っている。ただ、3番さんがあの盛大なミス。うん、オオカミで意気込んで語ってきた占い師にも見えないから、今、2、3フラットで見ます。ただ、3、4のペアセットはないと思っているね。あの触れ方、あの連携の取れなささ。で、5番さんに関しては、かなり白いと思っていたかな。あのテンションの感じとリアクション。 あ、二三どちらか狼、四七に狼がいると思っている。六、うん、番さんは狂人で見ているから、六番さんをつってほしい。二番。のプレイヤーは。発言してください。うん、一番さんが偽に見えるかな。今日は一番さん釣りを提案いたします。うん私にとって一番情報が落ちます。さて、三番さんが言いましたね。四五六七の発言がと言いました。 3番さんのもし相方3番さんがオオカミだとして7番さんがオオカミであるならば7番さんが発言しているかしていないかを漏れることはありませんといったところで3番さんがオオカミであるならば7番さんはオオカミありえないでしょうまた5番さんのフォローも3番さんとペアセットにはとても見えませんでしたねちなみに5番さんの質問は6番さんが答えたものでいいかななので対抗の片代ですが5番さんは占わなくていいかなと思っています 489、48今のところ3択です。うん、3番のプレイヤーは発言してください。はい、すみませんでした。えー、占いの、えー、何 結果言うの遅くないす,すみません。本当にまだ緊張してる。ごめんなさいね。ということでね、まあ、6番さんの次の発言聞かなきゃ分かんないけど、1、6の精査で、うん、やっていきたいなと思うけど、2が1を押する理由は6が自分白出したからだよね。うん。うん。どうなんだろうね。うん。まあね、6いってもいいんじゃないかなって、に、うん、対抗がね、1いくっつってたら、じゃあ1死んだのかなっていう、なんか適当なことを思ってるけどさ。ただ、 ね、5番さん、ね、僕の形白、つか僕目線、確定白の5番さんが6、1だったらどっちいっかで決めたいから、ちょっとこれ、ほんと頭回ったしかも新芽が <laughs> 取れないよね、これね、ほんと申し訳ない、ほんとごめんね、あのただ、俺目線、ほんと簡単で、うん、あの、霊能ローラー釣り切って2いって、そしたら、まあ、その間に俺が占いで、えー、4、7、七 8、9、これのどっかから黒を見つければもう終わるんですよね。うん そういう意味でね、本当に、あのーまあ、簡単だなと思って、ね、い,い狼オオカミだったらいいなっていうことばっかりが頭いって、どこかもう一人来ろうって思って、もうこの城って言い忘れるってバカかって話で、ね、本当申し訳ないです。うん、ということでね、占いはね、ーあのちょっと切らないでほしいなって、本当村負けちゃうんでね、あの本当にちょっと自分信じてください。次の占いで結果出すんで、ちょっと頑張るんで。うん 占いだったらどっち行ってもいいから、うん、行ってほしいなって思ってます。と、うんね、いうことで、まあ、あの占いじゃねえ、例の、例の、例の、占いと例の言い間違えんだ、俺、最近。ごめん例、ね、のだったら、例の釣り切ってください。以上です。4番のプレイヤーはい,はい、よろしくお願いします。発言的には2番、んを新名でちょっと見てるんですけど、3番さんがオオカミって印象しないんですよね、まだ2週目聞いても相変わらず。 で今日は占い、占いじゃなくて、例の行くと思うんですけど、自分的には6番さんが白出されて、強人潜伏もある位置で出てくるかなと思う、まあ <coughs>、うん、思うので、1番さんかな、から釣ろうかなっていう感じと思ってます。1番さんって、えー、っと、3、4狼なくて、グレーの中でと七と7と4を怪しんでるんですよね。で、3、4ないってことは、2、4とかでも見てるってことですかね。うん まあ、自分オオカミではないので、まあ、そのラインのつなぎ方とか、まあ、あんまり6番さんの番目的にシーンあるかなっていう感じで、今日は1番さん釣ろうかなとは思ってます。グレーではですね、えー、5番さんは割と白く見て他は全然色がまだ落ちないです。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、4番さん、僕もちょっと同じこと思ってて、僕も6番さんの立場で、例えば4番さんのおっしゃる通り、狂人とかだったら。 僕だったら潜伏して、まあ、クロス占いとかさせて、各新の立場取って、ガンガン誘導してやるうと。僕、そういうタイプの人間なんで、人外のとき。うん、そう考えちゃうので、うん、そうだよね、四番さん。ってことは、四番さんも人外のときは、そういう動きするのかな、なんて思ってますが、まあ、現状、そんな感じっぽくないですよね、四番さんは。なんか、狼っぽくないのかなーって、なんとなく思ってます。で、番さんは僕が一番さん、六番さん、どちらに入れるのか気にしてますね。うん、まあ、番さん入れよかなと思ってました。 6番さんが使用したときにすでに、にまあ、一番その何かをしょってる感じっていうのが、僕はなんか、人外なのかなって思っちゃってて、それでですね、まあクロ黒黒とか出るんだったら別ですが、僕、霊媒大好きで、本当、ホワイトハウスで安全だと思ってるんでね、その安全な釣り方をして、3日目に行って、襲撃情報、占い先情報っていうのを見て、狼を探しちゃおうと思ってます。誰が狼って言われても分かんないですよね、<laughs> 現状は。それぐらいですかね。 はいあとなんか3番さんにだけは何かバフかけてもいいかなと思ってます以上6番のプレイヤーは発言してくださいはいグレーから行くなら9番さんからですね私を2000人見る理由も説明不足それから初日に関しての印象いいの話に関しても説明不足だと思います私に雑にヘイトを向けてきてよくわからないので9番さんずりでいいと思いますで えーっと、1番さんに関して、8番さんは何かを成し遂げようとしていたと言っていましたが、結果それで何が見えたのでしょうか教えて欲しかったですね。それもなし。雑に8番さんに平トを向け、結局今日は8番さんに全く触れなかった。何、何をしたかったんですかねその意図を知りたかったですね。それから、472オカミ見た理由もよくわかりません。4番さんは私は狼ではないと思いました。3番さんの狂人目を追ったところが、すごく村感情に思いました。 三級二狼じゃないかなと思いますけどね。三番さんは自己防衛ばっかりしてましたよね。自分の話ばかり。グレーの話を触れることなく自分の弁明ばかりでしたね。四番さん、五番さんは三番さんのことを狂人で見てるのかな私は相変わらず狼で見てますね。うん、自分が結果を言わなかったということで焦っちゃった狼に見えましたね。狂人ならそんなに焦んないんじゃないかなって思いました。なので一番さんのことは狂人で見ていて、三級二狼見てます。 8番差に関しては、うん、どうだろうな指定のはどっちかわからない。4が3番差の、えー、結果が遅れたことに触れなかったというのは良い,い視点だと思いましたが、私自身は4番差のことは白く見えました。2周目も含めてね。うん、7番差に,、うん、に関しては、3番差は緊張してただけって言いましたけど、緊張するのは狼っていう思考に至らなかったのかなって純粋に思いましたね。 さんまさんの新名を上げたいのか、下げたいのか、よくわからなかった。七番さんに関しては、ちょっとよくわからないですね。まあ、ただ一番グレーで黒いのは、単純に素直に見て、九番さんだと思います。例のつるになったら、一番さんからお願いします。投票を始めてください。あにや。オーじゃないべ。関係に良かみなさそうだけどな。 消去法的にって感じだな1番のプレイヤーが選ばれました 1>, 1番のプレイヤーは発言してください,ださいまず34のペアセットがない理由としては4番さんの3番さんのあのなぞり方っていうのは連携が取れなさすぎているあの触れ方は3番 あとね、2番3もね全然締めないと思ってるよ。だって、俺に対してだけど、偽に見えるのは仕方ない、俺が。ただ、情報が落ちるから、これって全く偽に見える理由になってない。うん。2、3、どっちも締めないと思ってるかなうん。ただ、4番さん、普通にちょっと白くなったと思ってるし、5番さんも白いと思ってる。9番さんは狼っぽくないと思ってる、あの2周目。うん。7番さんかな ?2、3、どっちにしても7軸になると思うかな

サクヤシンダノワニガミミバンサンバのプレイヤーは発言してください。<み>イ白<ろ>本当に言ってるマジでで2ーカれたの 9四郎です。はマジか。うん、安定で俺行っていいけど、ただ俺にはもう一旦欲しいです。もう一旦欲しいです、うん。村行くなら6行って欲しいです。僕真の占いなんで、6行って次僕、うん、占い、あのー、7、4、7、8のどれか占れば勝てるんですよ。で、下流でいるなら出てきて欲しいな。 自分の番でもいいし、うん、あれでもいいけど。うん、ね、ということで、ちょっとね、あの 8,、うん、あの8か7か4か、うんね、カリウドいたら出てきてほしいです。ということでね、考察的な、俺9がね昨日のなんつーのそのそ投票先1、19だけ6いってんだよね。<laughs> 俺5番さんが1いきたいとか、じゃあ1いこうよって言ったんだけど。うん と、ね、いうことで、ね、そしてね、あのそしたら1級だけがさ、あのー、6いってるから、じゃあこの1級ラインなんじゃねってって、9占ったら白だったから、えー、でも絶対俺9黒出ると思って、本当にもう新名だよね、2位噛まれてるし。うん僕目線6っつってくれたら、ラス1ウルフになると思ってるよ。うんうん多分6が偽なんじゃない多分うん。6狼オオカミ。 なんじゃないかなに多分強人で買わあれ変われたんでしょって思ってます。6いってほしいかな ?4 番のプレイヤーは発言てよろしくお願いします。3番目ですね、占い心境で6番さんがオオカミですか、えー。3番さんがオオカミで2かむかっていう感じはあるんですけどね。うん。えー、でも6番さん、オオカミって白もらい で出てきて二を噛むうーんっていうのは動きがよくわかんない。もらっあー6番さんでもそれでも6番んって最終番目まで残らないと思うんだけどな、なそこまでしても。六番んがそこまでするかな。今日は売らない、いや、残す、売らないを残すってる前ですけど、まあ、6番んか3番さんですかね。<laughs> えー ちょっとよくわからなくす,すみません。コース飲めないです五番のプレイヤーは発言してください。六、うん、番さんの打ち明けで狼はほとんどないですよね。六番さんが狼であった場合、二番狂人を噛む必要が全くわからない。理解できないところを六人狼でもしませんよね。いずれローラで負けるのって、六番さんは心境一よって、六一は心境一で確定だと見てます。二、三に狼がいる。 2番さんがオオカミだった場合っていうのはめちゃくちゃ新名を初日取れていた状況で2番さんの白先は6番のみ2番さんして全グレで地紙をする必要はないと思っているので3番さんが黒かなと思ってますがどうしよっかな今日3番さんか6番さんどっちか釣りたいってい人が多分分かれるかなと思ってるんですけどどうしよっかな3番さん釣って6番さんから3黒って情報が落ちたらまあ2進だなってほぼほぼ思うんですが。 ででって感じなんですよね。2番3シーンと上がっても6白結果しか落ちていないので3番3釣るんなら6番3ほぼ決め打ち進行になるかなと思ってます6番3を釣った場合っていうのは僕は3番3はほぼほぼ黒という推理をしていますがかりゅを出して3番3が明日どこに何の色を出すかっていうのを、まあ、いい種情報にするのもありかなと思ってますね難しいですねこれかりゅさんが出てどっち釣るか指示した方がいいと思う俺どっち釣ってもあんま変わんない気がするけどなあー 4番さんの言う3番さんがオカミで2番さんを噛むかどうかっていうのはどういうことその発想が出るかっていうことですかスキル精査をしたんですか、うん、3番さん黒で出た場合それを指示したのは3番さんではなく相方という考えなのかなやるのは4か9だろうと思うけど僕はどっちかっていうと3番さん見て色結果見たいですけどねその場合6番さんするのはほぼないんで面倒くさいな狩人さん出て指示してほしいですね狩人確定生存なんで以上 6番のプレイヤーは発言してくださいまず3番さんから欲しかった発言としては2番さんの地がでしかもグッジョブを狙ったっていう線を追わないといけないですねっていう発言が出て欲しかったんですけどそれがなかったですねそれは3番さんの口から言って欲しかったんですがでもし仮に3番さんと私を両方とも死んで見てる人がいるのであれば特に狩人がもし3番さんのシーン私は追ってないけどね3番さんの死因目は追ってないけど 3番さんの新名を追うのであれば、グレーから行って、明日占い、あと私、新決め打ちね。私、新決め打ちで、3番さんの、かつ3番さんの芯も拾うのであれば、グレーから行ってもいいのではないかと思ってます。で、えっと、1番さんの話は多分私からした方がいいと思うんで、1番さんの話しますけど、1番さんは8番さんと9番さんに、やっぱ3番さんのことを狼だと思って、2番さんの新名を下げ、 それから8番さんには全く触れず9番さんにもほぼ触れずそして7番さんから 2, ん、えー、2番3番からのラインが両方ともあるって話をしてましたよねどういう理論なんだろうって感じですね7番さんは3番さんに対して緊張してたからっていう発言があったんですけどこれをどう捉えたら2番さん3番さん両方ともにラインがあると思えたのでしょうかえー、まあ7番さんの発言 で、しっかりそこは教えてほしいんですけど、まあ、それによっては7番さんつってもいいかなと思ってます。で、えっと、8番さんはなんかそんなに黒くは感じなかったんだよな霊能心どっちか分からない。には引っかからない。うん。まあ、しっかり黒目を上げてほしいですかね。グレーの人を特に。9番さんも含めて。う、え、ん、ー、そうね。 まあ全然グレーから言ってもいいと思うし、私はサンバさんのこと偽だと思うんで、サンバさんの色も知りたいっていうのもあるので、サンバさんつってもいいと思ってます。うん。まあでも、サンバさんくらいでも情報落ちるんじゃないかな、残しててもって思うけど。7番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます。6番さん,、うん、説明はしたいんやけど、メタに触れるんやけどね。触りだけ読くよ。うん、あ,ーあのー、 このメンツで緊張せん方がおかしいと思う <laughs>。マジで <laughs>。で、それだけね、言うとくは。うん。で、三番さんに関しては、まあ、そういった理由から、ン捨てるのは早いんじゃないのっていうのが本音なんですけどね。うん、うーん。正直、一六の精査がまずついてないっていうのと、うん、俺は正直なところ、二番さん地上の線本当に追っていいんじゃないかと思ってる。 うん、理由としては、そのやっぱり LINE でつないだときに、さんのね、うん、3が狼で2を噛むかっていうところ、うん、まさにそこなんですよね。うんうん、太鼓を噛むっていう考えは普通ないと思ってますんで、地紙も視野に入れなきゃなんないっていうのが、えー、正直なところですよね。<laughs> ってなると、うん、2の相方1って、まあうん、よく分かんないんですけど、まあ、1番3が2でも3でも7って。 つな、うん、がるっていうことだったんですけども、俺は2番さんに関しては特に何も言ってないんですよね。そこを LINE つなぐのかなっていうところだったんですが、さんまさんは多分後ろ LINE をつないでたと思いますが、うん、どうしましょう。うん、やっぱり下流ド出てもらった方がいいのかな、これは。うん正直自分的には、まあ、もう例のの方が新規がついてないんで。 どちらかというと、霊能の方行っていただきたいと思いますが、うーん <laughs> その方がすっきりすると思うんで、自分は6番さんを推しをさせていただきます。うん、3番さんは分、うん、かんないですけど、直感で死んだと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。カリーのです。カリか。パー,ハープお願いします。 3番さんはなんんか、あの7番さんが3番の芯を追って、6釣りって言ったけど、3番さんの今日の発言で、2番さんがこの噛まれたっていうことに対して、なんかすっげえ喜んでるだけに聞こえちゃって、マジで見つかると思う。だ3番さん釣って、色見てもらえばいいんじゃないかな。6番さんも、まあ、3、6は芯で追うならグレーっていうのは。 6番さんも3番さんも怪しんでることから違和感あるけど、3番さん喜びすぎでしょニコニコして。もうごめんなさい、マジで。って思ってる。3番のシーンないでしょ今日の発言で。って思,思ってるんですよ。3番さんのなんか。で、7番さんが3番さんのシーンを追うっていうのはね、な、なんかすげえ怪しく見えたけどね。 七人もあるのかこれ。七人もある気もしてきたんけど、ないかなそんな感じはしてきたんだよ。6番さんのそのグリッツネワンちゃんのシンンで見るんだったっていうのは気になったけど、たまたしないだろうな。ないか、さすがにないかななんかすげえなんかオオカミが。 3でいいとなすて、ね、それで色を見てーっていう感じで、どうすると6番さんが新進行になっちゃうのかないや、でもそういうわけでもないよね、結果次第でね。うん、はい,い、4番さんは3番の強人なのちょっとよくわかりませんでした。はい、3点。9番 何か背負ってたっててたのはやっっぱ背負ってたんだねはいこの今の状況すさまじい脅威神だと私は思っています2が真3が黒でしょうねおそらく三番さんは私に白を出したことによって6番さんが初日から私が怪しいと6番さんだけが言っていたんですよそこで3番さんは私に白を打つことによって最終場面まで見越したのかなと3が黒で見たとき相方として考えられるのは47なんですよね単純に2番さんの発言から489 9の3択です初日に関してこういう考察を落としてくれていましたよね。うん、そこを鵜呑みにすると4、4 8 9で探すすんですよ8でよ8狩人仕様があった。で、9が私自身。じゃあ4が一番ふさわしいのかな ?3、4があるのかなっていう思考を。 巡らせていましたが7番さんの「2の地紙ワンチャンあるんじゃね?う」ん「2が地紙したところでどのようなメリットがあるんでしょうか?」っていう疑問があり「7優位」「時点4」という目線になっています、うん。5番さんに関しては2番から「占い師ではない」と言われていたのにもかかわらず「かむ必要はないのでかなり白く置ける人物となった。 っていううところでしょうか六番さんは今日になって、まだ私を怪しい、ここ囲いに行ったというのかなと思って見ていたら、7釣りたいと、うん、ブレイカーで行くのは7釣りたいと、何か意図があったのかな、初日に関して2日目と意見が変わっている、ただ私にヘイトが向かないので、残していても強だったとしてもいいのかなと思いましたが、うん、占い師に関しては圧倒的脅威神だと私は見てます。三角ででししょうね相方として7時点で4 と見てます。今日は三釣ります。以上。投票を始めてください。違う。私じゃありません。何かの間違いです。あ、素直に黒出るかなぁ。三、四は考えづらいしな。三、七かなぁとなると。三番。のプレイヤーが選ばれました。 3番のプレイヤーは発言してください。いや、ごめんなさい。あのね、2位、地上なのか分かんない。6が偽なもの女なのかも分かん6が偽が濃厚だと思ってる。うん、ただね、俺占うんだったら47。47のどっちかだと思うよ。47のどっちかしかないんだよ。だって俺5を占って9占って白で8が狩りを取でしょ。8が偽じゃない限り。うん。 47の,の,のどっちかだけで精算しようし、ただ6を死んで決め打つのは危ないと思うよ。多分6、うんた、でもね、6死んだったら俺のこと白って言うんだよね。そうすると村目線どう思う、うん、?7 番数とか言って、2の地紙、うん、追わなきゃいけなくなるよね。6が1白って言ったんでしょ。それが実は嘘でしたとかってやるのかな。そのあたり明日楽しみにしてます。俺白だよ。うん、白としか出ないはず。いいじゃん。 夜が来ました目を閉じてくださいああ地上かナると27結構あるんじゃないかな27かこれ地上かへうこれ噛まれないかな大丈夫かな さすがに、誰守ったんだろうな、昨日三番さんまざま守ったのかな。四七釣り切りで勝ちか。 が来ました。昨夜死んだのは。全然大か。八番、九番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、三が白、三が白ですか。<laughs> うん。 となれば、6番さんは破綻しているということになるんですかね。1番さんに白を出していましたよね。うん、うん。今日は6釣ります。5番さんどうしましょう？6。釣った後47ここなんですけどね。うん、私は7の方が怪しいかなと思っているんですが。 おそらく2番さんが初日に関して489の三択だと考えたところから4が黒であることを主張するための2番さんの脅威紙ということを考えれば7で紙7の紙かなっていうふうに思いますけども今日は6つって考えましょう5番さんと共に考えますよ以上4番のプレイヤーは発言してくださいえってことは6番作目線2の地紙ってことですか、うん 昨日、5番さんのあたりだったかな、言ってたのが、えっと、3番さんが狼でも、2番さん噛むの、確かに6番さん以外がグレーだったんで、ああ、ありだなっていうふうに思い直したんですけど、え、6番さん、なんだろ、狂人でつらい来たのかな。割と6番さんはんで3黒出るかなと思ってたんですけどね、単体で言うと怪しいのは7番さんだったんですけど、でもこうすると7番、露骨、 ラインだったら六つだなと思っててえ単、ー、体だと7なんですけど三振だったら9白ですもんねええー、いや今日6つったとしても明日自分残って7番さんいきつっちゃいそうなんですけど、ね、このままだと,ちょっと5番のプレイヤーは発言してください、うん 9番さんは6番さんが破綻しているというふうに判断されているんですね、6番さんの視点は1番さんが強人3番さんが新占い、2番さんがオオカミで、地神僕は自分の推理で2番さんがオオカミのとき、2番さん視点っていうのは全カンぐれなので、地神をするメリットがほぼほぼないかなというところから、僕は2番さんのオカミがないと思うので、6番さんは怪しいなと思っていますが、破綻は別にしていないかなと思ってます。6番さんの視点はめちゃくちゃ聞きたいですけどね。 2番さんがオオカミで相方が7番さんか4番さんにいる視点が6番さんの目線なので7番さんと4番さんどちらがそういった行為をするのかっていうのは6番さんの目線で教えていただきたいうん外したのかな6番さんのオオカミはないと思ってるんで6番さんの結果出しは怪しいと思ってますが6番狂人1番例の2番新占い3番オオカミ9番さんの視点で6番のオオカミって終えたんでしょうか僕は終えていないので 9番さんは7番4番の順番で怪しんでいて僕を白く見ているのであれば6番の狼オを追うか追わないかおっしゃっていただけなかったので真偽不明ですが6番さんを新居で見るなら今日9番さんは7番さんに入れるのかなーと思っていたんですがどうなんだろう安定進行が好きな方なのかなまあゆっくり楽しみたいっていうのもわかるかな6番さんの発言聞きたいな ありがとうございます後でお礼しますね1番さんが例の6番さんが狂人2番さんがしんよらない3番さんと9番さんが狼じゃないでしょうかまあ明日の発言皆さん聞きたいですよね発言した方が楽しいので今日は6番さんに入れることにしました以上6番のプレイヤーは <laughs> 発言してください、はいは3番さん白1番さん白1番ん強人3番さんが真です2番さんは地上です、うん、昨日地上の線を折ったのは誰でしたでしょうか皆さん思い出してください地上の線を折ったのは私でしたね一番最初に地上の線を折ったのは私 もし私が地紙でグッジョブを狙って地紙を追ったっていう視点が3番さんからなかったって話をしたと思うんですがそれは今日のことを見越して、えー、地紙を追ったと思いますか皆さん今日のことを見越して地紙を追わせて明日私が釣られに行こうとしたと思いますかっていう場合は3番さんの芯が透けてることになりますよねどういう視点なんだって感じですよねうん で、えっと、まあ、基本的に私が仮に人外、まあ、狂人であった場合は、3番さんのことはほぼほぼ狼で見てるでしょう。今日釣られに行くくらいなら、絶対昨日釣られに行くでしょう。そんな回りくどいことをしない。だって3番さんが生き残った方がいいでしょう。うん。私は3番さんのこと狼だと思ってましたよ。地神の線も追わなかったしね。うん。不自然だったから。と思ったけど、2番さんが狼でしたこんな回りくどいことをしますか私、白出しますかこんなところで。 それだったら3番さんに黒出して PP なった方がいいんじゃないかなって思いますけどね。うん。まあただ私を釣ってもまあ勝てそうな気はしますけどね。7番さんが相方だと思ってます。うん。4番さんは3番さんのことをやたら狂人に乗ってた。こんな目線しなくてもいいと思う。24ならね。7番さんは昨日、えっと、地上追ってもいいんじゃないかなって言いましたよね。3が狼で2を噛むメリットがないって言ったんですよ。占いに狼が確定で出てることを、 あ当たり前のように話してたのは唯一7番さん、うん、なんですよね。まあ、私釣つっても7番さん釣つったら勝てると思いますよ。うん、でもそんな周り行くどいうことはしないだろうから今日7番さん行ってもいいと思います。3番さんに関しては新名は下げようとしたんじゃない、あのー、緊張してたっていうのは。7番のプレイヤーは発言してください。ー今の6番さんの発言ちょっとおかしいですね。うん、あの村全体の意見として16のあー が、心、え、境、ー、だという前提での話をしてたんですけれども。うーん。ってなると、まあ、うん <coughs>、6番さんの言葉を変えるわけじゃないですけど、こういう状況を想定してたっていうことが多少考えられますよね。うーん、まあ、その状況で言うなら、まあ、3号が、えー、白になりますよね。で、えー、自分目線は、まあ、その。 発言で、えー、6番さんが強人ではないかと思っております。まあえーまあ、2番さんがオオカミだったとき、えー、相変わった一、えー、自然と自分目線、4番さんとなりますけれども。うまあ、もしこれで、ね、3番さんがオオカミだった場合、うんあ、2番さんが5級か、えー、3番さんが6白になっているから、えー、3番さんがんだった場合、まあえー、4、5、9全部あり得るというか。2番さんが死んだった場合、 4番サイナー。2番シーン、はぁいや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 、2番シーン、俺、あんまり追えないんだけどな。結局のところ、<laughs> 全員2番シーンで追ってるんですかね。6番さんだけは2番狼っていうふうに明言しましたけれども。 うーん、俺はまあ、確かにね、2番を死んで終えないところは確かに、えー、一致しますが、その発言をすることで自分も白くなろうとしてるようにしか感じないんですけどね、6番さんに関しては。あ俺はもう普通に6番さんでいいと思ってます。6番さんで終わらなければ翌日4番さんっていうのが、えー、ほぼ確定しますね。えー、以上です。投票を始めてください <laughs> あ。ありえん、オラじゃないべ。 7番のプレイヤーが選ばれました。終わりそうだね。ゲーム終了。村人の勝ちです。じゃあ。GG。<laughs> 2オフかゃなかったました、GG。 うん、うん、うん。村強かったですね。九番さんは七番さんに入れたんですね。七番さんは今出現がありましたね。最後、遺んでようかなと思ったんですけど。二が真だった場合、四が黒になるって言いましたが、それ三番さんの結果を認めていることになりますよね。号泣、白を知ってるっていうね。うん。まあ、多分そこを拾ってくれたんじゃないかな。九番さんは。思いますね。 最初どこ守りだったんでしょうかね。午後絵、ああ片白護衛なのか占いはまあまあまあ。あ午後絵かまあまあまあ。まあ二番三でグッチャブが起きてた方がややこしくなってたでしょうね。